はい、どうも、コマンチ長者翼です。ですね、東京エレクトロンの主任の凄まじい給料について語ります。今ね、リアルな給与明細書集めたものを再生リストに並べてますので、こちら動画説明欄に URL 貼ってますので、よければそちらからお頼りくださいませ。ではいきます。基本給が454,000円、時間外手当が28,000円、家族手当が16,000円、役職手当が36,000円、通勤手当が1万円で、月収が544,000円ですね。賞与が年間2回で2,240,000円ですね。年収が845万円となってます。こちら年収サイトと有価証券報告書類ですね。はい、終わります。